はいどうも、エイトロックライダーです。今日は2019年7月の25日、現在時間午後4時25分。阿蘇の方に来ます。何回目かの大根に行きます。もうなんか雲が低いね。低いし、まあいい感じだね。ここを左か。で、ミルクロードなのか。これっすか。こっちでいいの？これ本当に。ここじゃないで、もう一個先を右に。ちょっと大感動です。やっと着きました。イエーイ。いやー、素晴らしい、素晴らしいね、これ。うわ、牛がおる。牛。よ。よ、牛。結構いるね。かいいか、かいいな。よし、じゃあバイバイ。は
はい、大観望に行ってきました。いやー、やっぱ眺めいいね。で、今日なんか久々天気良かったんでね、またけど台風が来てるということで、またなんか週末とか雨になりそうなんでね。で、今日は木曜日です。まあだからちょっと少ないですね。良かったです。もうこの時期はですね、まあ暑さだけじゃなくて、そういう天候とかね、台風とかやっぱちょっと厳しいですもんね、やっぱ。で、最近はこのまあちょっと被災するレベルの雨とかが降るじゃないですか。もうツーリングどころじゃなくなりますもんね、そんなんやったら。まあ本当にすごいですよね、ここ最近つうか。阿蘇っていうのはですね、こういうふうになんか写真スポット的なとこが結構あるんですよね。大丈夫かこれ、倒れんじゃねえぞ。おお、いい感じだね。フォトスポットパーキングトールーパ、へえ。で、ついでにバイクもこう移すと。素晴らしい、かっこいい。いや、これノーマルですけど、いい音してますもんね。さあ、それでは出発します。いやー、いいですね、阿蘇はやっぱり。つうか本当にね、天気良くてよかった。晴れてよかったです。人生ありがとう。あ、ちなみにグローブ、メッシュグローブ買いました。ちなみにブーツも買いました。メッシュ見えるかな、見えるかな。イエーイ。今まで赤いシューズ履いてたんですよね。まあ、それなんでかって言ったらですね、まあこれまた自分の動画なんですけど、どうですかね、3本目かなんかですかね。で、なんかこのバイクの前のバイクやらなんやらとか、そういう話をしてて、最初その CBR600 のコニカミノルタのね、あの動画アップしてますけど、その600の前に250を乗ってたんですよね、ちょこっと。もう250ほんとちょこっとですね。すぐその600コニカミノルタが見つかったんで、もう即買い替えたんですけど、でその時の CBR の250がですね、まあ、なんと言いますか、トリコロールというんですか、あの赤白のやつのバイクだったんですよね。まあそういったことで、その赤のブーツ、ライディングシューズとグローブも赤で揃えてたんですけどね。で今回、まあこれがエメラルドなんちゃらグリーンということで、まあグローブはこれ
まあグリーンじゃないんですけどね、ちょうどこのシューズはまあグリーンにしようかなと思ってグリーンを買いました。ご視聴ありがとうございました。また見てください。お願いします。ではでは。